おはようございます。亀田居宅介護支援事業所森の里の管理者山田でございます。今日は、これから3回のコースに分けて認知症の介護に関する情報を皆様にお伝えしてまいりたいと思います。初回の今日は認知症の基礎知識と称しまして、認知症ってどんなものなんだろうということを皆様にお知らせしたいと思います。では始めさせていただきます。まず認知症、皆さんはどんなイメージで捉えていらっしゃいますでしょうか。よく目にしたり耳にしたりという認知症の方の言動は、物忘れが多くて何度も何度も同じことを聞いてこられるとか、ご家族から見ると目的がわからないのに一人で外に出てしまって迷子になられる、そういったことを耳にされる機会が多いかと思います。しかし認知症は、世界の疾病分類という病気の分類があるんですが、そこにきちんと位置づけられている病気であります。その定義がスライドに書いてある定義となります。認知症は一旦正常に獲得された知的機能が後天的に何らかの脳の障害、病気を受けて低下をしてしまい、それが意識上障害がない状態で起こって、日常生活を行うことが困難になった状態であると定義をされています。もう少し噛み砕いて言わせていただくと、一度は普通に成熟していかれた人が、成熟した後に例えば脳梗塞であったり、交通事故等で脳にダメージを受けたり、何らかの脳の病気を受けることで、認知機能、いろんな機能がありますけれども、それが低下をしてしまって、特徴的なのは意識は普通なのにいろんな症状が起きている。そしてその症状が当たり前にできていた日常生活のいろんなことを行うのに障害となっている。私たちが一見見ると分かりづらいことでご本人は大変困っている状態であるというふうに捉えていただければと思います。認知症には代表的な症状が2つあります。中核症状、認知症の行動心理症状、この2つです。中核症状というのは、先ほど申しました脳の病気に伴う症状です。記憶障害、よく物忘れって言ってるものですね。特に短期記憶、ちょっと前のことを忘れて何度も何度も聞いてこられるというのは、この影響によります。比較的昔の記憶が残っているのも特徴です。そして判断力、理解力の低下、物事を正しく捉えたり、これから自分がどういうふうにしていこうかという考える力が落ちてくることで、何かを行うにあたって、よし、やろう。いや、やめておこう。そういう考え方ができづらくなってまいります。3つ目は、見当識障害。時間や場所、季節等、私たちが普段意識しないできちんと把握して行動につなげられている、いろんなことが行いづらくなってくるのも特徴です。4つ目は、実行機能障害。これは例えばお食事を、用意をしたとします。で、お食事だとこう見て、じっと見てらっしゃるけれども、そこから食べずに手が動かないということがよくあります。こういったケースの場合、
それを食べ物と認識しているかどうかという問題もありますけれども、そこにあるお食事をどんな道具を使ってどんなやり方で食べたらいいかということができづらくなってきます。他にも上着をズボンと間違えて履いてしまったり、おトイレに行きたいのにどう使っていいかわからないからずっと立っていて失敗をしてしまったり、そういった行動はこの実行機能障害が原因で起きております。失行と失認、これは実際に自分ではちゃんと見えていたり聞こえていたりしているのですけれども、その状況を脳できちんと受け止めることができなくて次の行動に移れなくなっている状態を指します。最後の言語障害、よく失語症という言葉も聞かれるかと思うんですけれども、言われていることは聞こえているんだけれどもその意味がわからない場合、意味はわかっているんだけれどもその返事などを言葉として返すことができなくなってしまった場合、そういういろんな種類があります。この中核症状は脳の状態に合わせたお薬の治療等が必要になってきます。下にある行動心理症状、これから BPSD という言葉で称していきますけれども、これは介護ケアや対応の仕方で現れる症状です。個人差もあり、すべての人に出るわけではありません。この個人差はご本人の個人差ということもありますけれども、その方が置かれている環境や周りの人との人間関係、そしていろんなお道具等がその人に合ったものがご用意されているか等と、暮らしの中の条件で出る場合、出ない場合があります。一つずつご説明していきます。まず妄想、これは現実にはないことをあると感じてしまうことですね。代表的なのがお財布を取られたということかと思います。で、二つ目は徘徊、周りの人から見ると意味もないのに勝手に出てって迷子になってしまうっていうことで、ご本人にしてみれば、例えば会社に行くとかきちんとして理由があって外に出ていくんですけれども、さっきお話をした中核症状の中の見当識障害とかがありますと方向感覚とかもわからなくなってしまうので、反対側等に例えば行ってしまった場合、自分が思い描いている景色と全く違う景色の中に身を置くことになります。で、それを周りの人が見ると、わけもわからず歩いているというふうに捉えてしまうんですね。で、3つ目に、ケアへの抵抗、介護への抵抗があります。よくあるのが、お風呂に入りたがらない方を、一生懸命脱衣所に連れて行って、なかなかお洋服脱いでくださらないので、脱ぐのをお手伝いしようとした場合など、自分が今、何をしようとしているのかっていうのがよく理解できないで、いきなり知らない人に服を剥ぎ取られるというふうに認知症の方は感じることがあります。そういう時はやめてとかですね。私たちからすれば抵抗されてるって思うような言動をなさることがあるんですね。きちんと今から何をするんですよということと、それでOK って納得をしてくださるとこういうことは起きません。4つ目は睡眠障害です。見当識障害も含めてなんですけれども、日中の時間がよくわからなくなってこられるので、眠りの時間も日中動かなくなることで体疲れていませんので、なかなか休むことができなくなってきます。これが高じますと昼と夜が逆転する。よく昼夜逆転と申しますけれども、夜はもうランランと起きてらして、昼はうと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 されているということにつながってくるリスクがあります。5つ目は意欲低下です。で、
いろんな失敗を重ねながら注意を受けたり、繰り返してますと、ご本人いろんなことに自信がなくなってきます。怖くもなってきます。そうなってくると、何もしない方が安全で安心だなと考えてしまった場合、いろんなことにチャレンジしようとする気持ちがなくなってきます。6つ目は不潔行為。漏便。俗によく便こねとかのちょっと失礼な表現をする場合もありますけれども、周りの方から見るとなんでこんなひどいことするのという場合もあるかもしれません。しかしご本人にしてみれば、あら大変、排泄の失敗をしてしまった、人様に見られるのも嫌だし迷惑かけないように自分で何とか片付けようって思ってしまうんですね。その時に先ほどの中核症状で出ていた実行機能障害がありますと、段取りができなくなってくるので、スムーズにいろんなことを、段取って片付けることができなくなるんですね。その過程の中で、例えば手にお通じがついてしまった場合、その汚れを拭き取ってから次の作業に移るということがわからなくなってくるので、汚れたままの手であちこち触った結果が漏便という現象になってきます。ご本人は一生懸命やった結果であるということ、そこも知ってていただければと思います。7つ目は暴言・暴力です。周りの方が言ってらっしゃることがしっかり理解できない場合、自分の意に沿わない場合、穏やかに今自分はそれをしたくないんだけどと言いたいんだけれども、それを伝える力が落ちてしまった時、そういった時は直接強い言葉で返した、やめてとかですね、嫌だっていう強い言葉、短い言葉で返さざるを得ない場合もあるかもしれません。それでもなおかつ嫌なことをされようとした時は、体全身で抵抗をしてされないように頑張ることもあるかもしれません。で、7つ目は幻覚です。代表的なのはレビー小体の幻視かと思いますけれども、後で認知症の4大認知症でご紹介いたしますけれども、認知症の種類によっては私たちには見えていない虫が見えていたりですね、何にもないところを一生懸命捕まえようとする動作をされたりすることがあります。これも対応の仕方でそういう動作がなくなってくるものです。8つ目は不安と焦燥。焦燥というのは焦り感だと思ってください。こうしたいろんな失敗や困りごとに遭遇していると、自分ではもうどうにも自分のことをやりようがない状況になっていった場合、怖くなったり、これから自分はどうなっちゃうんだろうと、自分では解決できないことに悶々と心配が募っていく場合があります。そして次は誤認です。誤認というのは見間違えて言った方が良いかもしれませんけれども、代表的なのは鏡に映ったご高齢になった自分の姿を見た時に、あのおばあさん誰？知らない人が私をずっと見てる。私がやることをずっと真似してる。と言って怒られることもあります。そして最後が、食べる行動、そして性行動の異常になりますけれども、これはやはり判断力、理解力の低下や、見当識障害、実行機能障害と脳の中核症症状がいろいろ複雑に入り混じったときに、ご自身で本当に段取りまでわからなくなったり、例えば食べ物であればそれを食べ物として認識できなかったり、逆に食べ物ではないものを食べ物だと思ってしまったり、性衝動を抑えきれなくなったりということで、例えば職員、女性職員を男性の認知症の方が触ったりとかですね、そういったことを悪びれることなくなさってしまったりということも起きてまいります。
次に4大認知症についてご説明をして、それぞれの認知症で特徴的に出やすい BPSD についてご紹介をいたします。日本人に多い認知症はスライドにある4つですが、ここに書いてある順番は以前の多い順になっています。しかし今レビー小体型の認知症が2番目に上がってきております。今日はスライドの通りでご説明をしてまいります。まずアルツハイマー型の認知症ですが、だいたい認知症の半分を占めると言われておりまして、女性の方に圧倒的に多く、80代を過ぎるとぐっと多くなってくる認知症になります。脳の中の特殊物質が中で特殊物質が沈着することで、認知症の症状を呈してくるんですけれども、アルツハイマー型認知症の場合、初期はご自身が物忘れしやすくなったとか、いろんなことできなくなったという自覚があられますので、何かわからないことでも取り繕うという特徴的な行動をなさることが多いです。そしていろんなことができなくなった自分に気づくと、不安であったり焦りであったり、これは真実の自分ではないということと、自分が何か困ったことが起きて、本当は自分で例えばお財布で言えば、大事なものだからここしまっとこうって思って引き出しに行けたのを忘れてしまうのをちょっと取られちゃったって人のせいにするという状況が発生してきますけれども、そういう事象も起きてきますね。で、介護の拒否も、一旦理解してくださってると思って取り繕って、うんうんって返事はしてくださるんですけれども、脳の中核症状にあった判断力や理解力の低下があると実は分かっていなくて、いざ何らかの介護をしようとした時に何にも聞いてないのに何するのっていうような状況にもなってまいります。なのでアルツハイマーの方にはこれからすることとか本当にご理解いただけたのか確認をしてから、いろんなことを行う必要が出てきます。そして徘徊もアルツハイマーでよくあります。検討式障害等々がありますので、今住んでらっしゃるお家を自分の家とだんだん認識できなくなって、もともとのご実家に帰ろうとされる場合、男性がよくあるのは会社に行こうとされる場合等ですけれども、ご本人には何かの目的があってお出になるという状況ですね。そしていろんなことをご自身が納得できないまま、その思いをしっかり伝えられない結果として、暴言や暴力もアルツハイマー型の認知症によく出てくる BPSD であります。2番目の脳血管性の認知症ですが、これは脳の病気、例えば脳出血、脳梗塞、くも膜下出血等々なんですが、そういう病気の後に、脳がダメージを受けたところの働きができなくなって起こってきますけれども、よくあるのは代表的なのが感情失禁です。少しのことでもすごく過剰に反応されておいおい泣かれる方が結構あります。もう一つはダメージを受けた場所によっては活発に動くとか考えるという機能が落ちる場合もありまして、その結果として抑うつが起きてきたりもします。抑うつの後ろにある移動性というのは起こりやすくなるということですけれども、脳の中の感情を制御するところが病気でダメージを受けると、自分でその感情をコントロールできず起こりやすい状況も起きてきます。そしていろんなことをやってしまう自分に対しての焦りももちろん出てきますし、自信がなくなればもう何もしておかない方が安心かなと言って意欲も落ちてくることがあります。3番目のレビー小体型認知症は症状としてパーキンソン病に近いような症状が出てきます。大きな特徴は、さっき申し上げた幻覚の中の幻視です。例えば模様のある掛け布団の模様が蛇に見えてしまって、お布団をかけると蛇が押し寄せてくるっておっしゃる方もいらっしゃいます。無地のお布団にした途端にピタッと止まったり、
そして壁の模様が虫に見えて一生懸命払おうとする動作をしたり、で対応する人が殺虫剤かなんかでほら退治したよっていうと止まったりっていうこともあるんですね。あと、突然、意識を失う起立性の低血圧というのもレビー小体の大きな特徴になってまいります。でパーキンソンと同じような症状が出てきますので、ツッ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 って小刻みに歩く、突進するような歩き方を、されますので、つまずきやすく、転んで骨折なども負いやすいのがレビー小体型の認知症の方ですので、ここには幻覚と妄想を入れておりますけれども、それ以外にも転びにくい靴を選ぶとか、そういったお体を守るための配慮も必要な認知症になります。最後が前頭側頭変性症ですけれども、脳の中のコンピューターと言われている前頭部、そしていろんなものの制御している側頭部の脳が変化をしまして、いろんな感情であったり行動の制御ができなくなってくるタイプです。この認知症の方はしっかりこう馴染みの関係ができてきて、自分のことを理解してくれている人だという人が一人でもできると穏やかに過ごすことができます。大きな特徴として情動行為といいますが、パターン化した行動を取りやすくなるのも特徴です。そういう特徴のある認知症ですので、感情が制御できない分、意に沿わないこと、納得できないことが起きてくると、突然の暴言や暴力として、反応が出てしまうことがあります。で再度、少しずつお話をしてきましたが、4大認知症の特徴をもう一度整理してまいります。まずアルツハイマー型の認知症です。女性に多いこと、そして80代を超えるとかなり増えてきます。穏やかに発症して進行してまいります。経過は緩やかです。記憶障害から始まってきます。さっき聞いたのにまた言い出したなっていう時はちょっと気に留めるにた方が良い認知症になります。そして認知症の症状が進んでいけばいくほど、いろんなことがスムーズにできなくなりますので、社会生活への影響が強くなってまいります。若年性の認知症等の場合、まだお仕事が油が乗ってる時期ですね、に当たる時期に発症します。そんな中で、例えば出張の時間を忘れるとか、さっき頼んだことを忘れるっていうことがだんだんに進んできますと、お仕事もできなくなってくるリスクもあります。内科の病気がないと運動機能は比較的保たれるのもアルツハイマー型認知症の特徴です。次に脳血管性の認知症です。これは脳の病気を原因として発症してきますので、よく言われる生活習慣病の予防というところがとても大事な鍵になってくる認知症です。そして脳の病気ですので、障害された部分と障害されない部分が当然あるんですね。なのですごくしっかりしているところと、スコンと抜けてらっしゃるところと、まだらに症状が出てまいります。よくまだら認知症と言われるのが脳血管性認知症の特徴でもあります。先ほど生活習慣病と申しましたが、再発を繰り返されると脳の障害される部分がだんだん増えてきますので、当然症状も徐々に悪化してまいります。脳の病気によって半身麻痺になったり、喉も麻痺が残るので、むせなどの嚥下障害で肺炎になりやすいなどなど、お体の症状を伴うことが多いのも特徴であります。一番最初にご紹介した、感情が変わりやすいというところですね、ご自身でなかなか調整ができなくなるのは、脳血管性の認知症でも障害された部位によって起こりやすいです。なので、ちょっとした刺激でもう本当においおい泣く等の感情失禁も出てまいります。3番目はレビー小体型認知症です。
パーキンソンの話を先ほどいたしました。3番目にもパーキンソン症状があると書きますけれども、まあ、1日の中で調子の良い時と調子の悪い時がある。これが一番最初にある認知機能の変動があるということになりますが、割と午前中がエンジンがかからず、午後からエンジンがかかってくる方が、多いような気がいたします。なので、例えばお風呂の解除と午前中よりはエンジンがかかってくる午後の方に持っていく方がいい場合もあります。そして先ほど申し上げた原始です。まあ、亡くなった方がありありと見えて、本当に話をしている方なんかも中にいらっしゃいますけれども、これは関わる人が、俳優さん、女優さんになってご本人に合わせて困っているものは対峙するような素振りとか、まあ、ちょっと演技をしていくと対応がしやすくなるくらい、ご本人にははっきりいろんなものが見えている場合があります。で、2度目になりますけど、パーキンソン症状のところはそのつまずきやすかったり転びやすくなったりっていうことがありますので、パーキンソンと同じように動きやすい服装や靴、いろんなものが散らかってない環境を作ること等の配慮が必要になってまいります。一つ飛ばして自律神経症状があるんですね。これが、立った瞬間にふーっと意識なくなるような起立性の低血圧に、つながってきて、周りに危険なものがあるとね、頭を打ったりとか事故につながる場合もありますので、4つの認知症の中で一番療養環境の整備が必要になってくる認知症でもあります。で、大きな特徴として原始などがありますので、まあ、ちょっとレビー小体の方にあまり接してない先生がその症状を取るために抗精神病薬を処方されますと、かなり過敏に反応されますので、ピシッと固まって動けなくなってしまうことがあります。で、レビー小体の方の薬というのは、ある程度選んで慎重に投与する必要があると言われております。最後に前頭側頭変性症ですけれども、早い時期はあまり目立たないんです。で、徘徊しても唯一情動行為というところで、ある程度コースが決まってくると、お家にちゃんと戻ってこれるタイプも前頭側頭変性症の大きな特徴です。で、もう一つの特徴としては、脳の中のコンピューターの部分がダメージを受けるというお話をしましたけれども、ここは社会ルールにのっとって悪いことしちゃいけないというところも、制御をしているんですが、悪びれずにちょっと万引きをしてしまったり、全然ご本人は悪びれる様子もないんですね。そういった反社会的な行動を、突然立派なの、ね、社会活動されてた方が起こした場合とかは、ちょっとこの辺の認知症を疑って診断するという必要性も出てくるかもしれません。で、何度も申し上げている情動行為、同じ行動を繰り返すという特徴がありますので、比較的軽い時期から、後々困るであろう、例えば後ろの方に食行動のことが書いてありますけれども、同じ時間、同じ場所、同じ食器、同じ盛り付け方という形で、もう慣れてていただくと、かなり症状が進んだ時もそれを繰り返すことはできますので、早い時期から逆にこの情動行為の特徴を活用して対応していくというのも効果があるのが前頭側頭変性症の特徴になります。合わせて、その脳の中で意欲につながるところのダメージが大きい方は、本当にぼーっとして何もしなくなってしまう場合もあります。こういった方たちは生活リズムをしっかり作った中で動く時間を作るとか、必ず短い言葉で、分かりやすい言葉で、次こうしましょう、今からこうしましょうということでお誘いをして寄り添って活動をする必要が出てくる場合があります。情動行為の一つにもつながってまいりますが、最後の食行動のこだわり
というところでは、例えばお盆の上に乗っている食器を必ず左から時計回りに食べるとか、一つ一つの食べ物を一つ終わったら次に移るとか、少しですね、ご本人なりのこだわりが強くなってくる場合があります。以上で本日のご紹介をしたい認知症の基礎知識を終わりにさせていただきます。次に2番のパートの方で対応の仕方についてまたお話をしてまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。